とね、懐かしいよね。そうか。いや俺だからその古原さんっていうか俺自分のエピソードでこれはあんまり言ってない、うん、ああ教えてほしい教えてほしいなっていうのあって、その俺バルカっていう相棒がいたから、で俺のモチーフがそのバイクなんですよね、うん、15だから、うんうん、そもそも原付の免許は取れないんですよ。ああ確かにそうだね。そうで俺12月3日が誕生日じゃん。あれお前1話走ってきたやんだよ。でそうそう、で俺らが仙台決まったのは確か10月の中旬だった気がするの、うんうん、俺がそうだ、ね、記憶では。そう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 、インしたのが11月の後半から12月の多分中旬ぐらい、あのぐらい確か1話と2話で、その3人チームと2人チームがちょっと同時並行でその撮影するみたいな確か流れだと思うのよ。そうだね。で俺はその12月3日になんないと現地の免許取れないから、うお、あと撮影までに3日ぐらいしかないみたいな。俺ちょうどその時別の作品やってて、うんうん、あと3日ぐらいのその忙しいな休みでそのゴーオンジャにクランクインするみたいなタイミングだったの。きつで、やっと私の誕生日来て16歳になりました。うわー。で、品川区の方のなんか試験場行って受けるじゃん。俺落ちたの。落ちたの。今時聞いたことある。現地の免許落ちたやつ周りにいます。マネージャーもそういうつもりじゃないから、なんかなんかあと3日後撮影だ、あの大丈夫みたいな、その現地のあれ大丈夫じゃないみたいなこと言われて、で俺もうなんかやばい、目がやばい、落ちてるから落ちてるから大丈夫、落ちてるから。で、あれ翌日行って俺翌日撮ったんですよ。そう撮れたの。だから試験2回受けてる。危ない、よかったね。めちゃくちゃ危ないよ。お前ゴーオンジャーのオーディションは一発で通ったのに現地の免許を2回受けてる。いや、なかなか落ちないでしょと思って。めっちゃおもろいな。最初はその変身したみんなを見てすげえみたいな、なんだっけ、なんて言ったんだっけ、お前の名台詞なんだっけ。わあすごい。ちょっとやってみて、もう一回やってみて。わあすごいみたいな。やったわ、あったあった。あのわあすごいっての思ったのあなただけ。いやエビちゃんもわあすごいってよくやってたよ、お前のお前のモノマネ。そう。もうあの顔はもうすごい。だってさ、あれさ40万くらいでもやったもん。やってみちゃんとかさ、コロさんがさ俺と見てさ、わーすごーいって入ってた。あれすごい、40万ってほぼ1年最後の方、最後の方。やっぱね、覚えてんね、まあ、印象は強いからね、あのシーンね。ほぼ1年やっぱり。俺は割と10 years になったりとかしてももういきなりやっぱスッと戻れた感じはあるんだよね。10 years? そう、すんなりどう入れた。そうだね、なんかいや一番はそのスタッフさんの顔を見て、あーそうだね、やっとなんか戻ってきたなって感じだった。渡辺監督だったしね。そうそうそう、渡辺監督、ね、ほぼ俺たちがやってたけど、まあ、ほぼ一緒だもんね。そう、いやすごいなと思って、多分それをそれをつこうと多分プロデューサーって言われた、そうそうそう、多分集めてくれたんじゃない、うん、あー、そう、まあ、そういう、そうだよ絶対。ね、どっちかっていうとやっぱそのお客さんとかの前に立った時のあれ確か名古屋と大阪と行った気がするんだよ。東京と名古屋と大阪と10 years の試写会みたいなのに行ったんだよ、はいはいはい、でその時とかになんかゴーオンジャーのファンが特別だと俺は思ってるんだけど、うんうんうん、こうやっぱみんななんかめちゃくちゃ熱いわけ。熱いね、熱い、俺たちのファンは熱い。で当時からずっとなんかこう熱い感じで応援してくるし、うんうん、今でもやっぱその例えば俺緑だからさ、うん、緑の服着てとか、ほんと緑のウィッグつけてきてくれたりとかする。髪の毛は緑じゃないんだけどな。そうそうそう、だけどそのやっぱカラーをね、うんうん、出してくれたりとか、はいはいはい、あとやっぱこれも結構戦隊ならではなのかもしれないけど、大阪とか名古屋とか行くとあの裏側あるじゃん、うんうん、その俺らが待機してる場所とか、はいはいはい、で相場所のさ壁とかにさ、うん、なんかゴーンジャー10 years おめでとうございますね、10年前もなんか、うん、ここでやってくれてなんか今10年後もここでやってくれて嬉しいですみたいな書いてあったりとかで、自分の似顔絵書いてあったりとか、ウェルカムボードね。そう、ああいうの見ると、ね、もうなんかいや、こんなに祝福されることって確かに、あと人生で何回あるよみたいな、うん、こんなに大勢の人に、うん、そうだね、それは結構ね、リアルになった。終わった後とかもエビちゃんとかとなんかいろいろやったりとかさ、ああそうだね、ね、なんか共演者とのそのつながりって意味ではエビちゃんと割と濃いんじゃない、うん。
ピッチャントーンめちゃくちゃ濃いよ、ね、先輩レンジャーの陽介くん、あ陽介くんが結構その戦隊周りの仕事をしてて、うんうん、そこで陽介に声かけてもらって、うん、あのゆいちゃんと臼井くんと一緒にやったらどうみたいなことを言ってくれて、あ、そういうつながりだったんですか。エビちゃんと二人でこういうとこに集まってドラマを撮ろうっていうドキュメンタリーから実際にドラマを撮るみたいな企画だった。へえ。結構面白かったよ。それ TTFC からか、そうそう TTFC で配信してもらって。緑ってさ、やる人ってちょっとクリエイティブなその作業だったりだとか得意なのこれすごく思うんだけ どうなのかな。いや、わかんないけど、どうなのそれは。例えば、ゴーンジャー の、うん、そのコロナになった時みんなをやっぱその、ね、元気づけたい、励ましたいっていう思いで作った動画も実は臼井くんが編集してくれてるんですよ、これ。いやね、あの時でも、あれはあれで楽しかったよね、うん、みんなでなんかこう、ね、連絡取り合ってそうそう、なんか俺たちでできることないかな、ね、みたいな、ね、だからあれはすごい、なんか俺臼井ってこんなことできるんだって、なんかイメージがさ、高校生でもう一緒に変顔して一緒に怒られて寝てる時にコアラのマーチを口に突っ込んでたイメージしかないから、だからなんかそんな男が今こんな編集とかまで、なんか愛のあるね編集までできるようになったんだって思って、ちょっと感慨深かったもんね。ああ、そうか。いやいや、まあまあ嬉しいですけどね。まあまあ嬉しいです。もう神話くんとかさ、実は一時ちょいちょい結んでて、あ、そっか、そっか、マジで二人で公園で飯食ったりとか。公園で飯食った、ゴーオンジャーじゃん俺たちゴーオンジャー、ゴーオンジャーを地で言ってるね。古原さん結構定期的にね、なんかちょこちょこなんか、そうだね、飯食わしてもらってみたいなまあ、ね、割となんだろう、ここはポーポロ友達みたいな感じだから、俺たちがちょっとブランクすぎるだけでブランクすぎるから確かに。ディナモだってこの前あの姉と一緒にやってる舞台見に来てくれたんだよ。あ、そっか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 。なんかすっごい高そうなお菓子持って。へえ。いや俺気持ちいいですね。え俺なんか持ってたっけ？いや。俺なんか確かその時に面会かなんかがそもそもダメみたいななんか感じじゃなかった？コロナで。でなんかそういうのは遠慮しますみたいな流れが多分来たと思うよ。じゃなかったら俺割と用意するタイプだから。じゃあもしじゃその中としたら何を持ってきた？俺ヨックモック。ヨックモックのラングドシャがすごい好きで、なんで俺それが好きになったかって言ったら、まあ、自分が遅刻した時に割とマネージャーが差し入れてくれてたのがヨックモックで俺その差し入れといったらヨックモックみたいなイメージが強いから差し入れといえばヨックモック実はだから今日も本当はね、うん、本当はよ、うん、そう誕生日だから。え、そうなんよ。いや本当にごめんなさい、俺さっきのあの頭の下りもカットしていただきたい本当にすいません俺12月の頭で31になったんですよ、なんか出てくる。あちょっとあと5時間後くらい。いやいや遅いわ、5時間後待てないそんな用意しときなさ い用意しときなさい、もおかしいです。あるんだけど、まあまあ、ごめんなさい本当に。いやだから俺は割とそう好きだよこういうの。なんかそうやって俺がなんか持ってこなさそうみたいな感じあるかもしれないけど俺はちゃんとお前のためにこうやって用意をですね、こうやって臼井くん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。でもやっぱりここに俺は お前との思い出をトッピングしたいから、このコアラのマーチをこうやって消すなよ。どうやって消すなよ。じゃあということで、臼井先生、はい、ハッピーバースデートゥーユー。いやもうね、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア臼井、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ありがとうございますおめでとう臼井くん、ハッピーバースデー。これも何回かやったんだよ31歳の誕生日おめでとうございます。はい、臼井くん、なんか抱負抱負言って抱負。これも何回かやってんだよ、このくらいもこれもあったよなんかどっかであったなんかその俺の時あったよね、絶対お前が消そうとしたら、なんかね、他の人が消すみたいなまあ、今回ですね、まあ、臼井に、まあ、来てもらって割とゴーオンジャーの、まあ、素の部分が皆さんに、まあ、あのお見せできたんじゃないかなというふうに思います。まあ、ゴーオンジャーは、まあ、こういった形で、まあ、とても固く真面目にやっておりますのでですね、これからもぜひ皆さん応援の方どうかよろしくお願いいたしま す。ということで今日はですね、2人でお送りしました。またねー、バイバーイ。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。